皆さんこんにちは。今回は庭木の剪定ではなくて草刈りの動画をご覧いただきたいと思います。今更草刈りなんてと思われるかもしれませんが、草刈りにも私なりのこだわりがありまして、それをぜひ見ていただきたいなと思います。10年ほど前に社員の研修用に作った動画を再編集してみました。暑い中での草刈り作業はとにかく重労働ですから、できるだけ効率よくまた楽しく行いたいものです。山林の伐採や草刈りではエンジンを使いますが、住宅街でエンジンを回すのは気が引けるので、私はバッテリー式の草刈り機を使っています。静かに効率よく安全に、これが住宅街での草刈りの私のモットーです。10年以上前に社員に向けて発した8箇条がこちらです。刈る前の草をなるべく踏まない、まず通路を作る、いきなり刈り始めない、刈り払い機をやみくもに振り回さない、刈り幅を欲張らず少しずつ刈り、その場で仕上げていく、刈ったゴミはこまめに回収して、終わったところと見せ口部分を常に明確にする。林家や道路に接した部分は最後まで刈らずに残し、小石飛散のリスクを減らす。安全に楽しくやる。施工の順番ですが、まず通路を作ります。これから刈る部分を踏み荒らさないためと、刈った草の搬出のためのルートです。通路となる部分の草は先に片付けてしまいます。そしてその通路に向けて両側から草を倒していきます。一度に全部刈ってしまおうと思わずに、一皮ごとにざっとゴミを片付けます。私は刈った草をわら縄で束ねて運びます。シートに乗せるよりも一人で多くのゴミを運ぶことができます。外周の草は最後まで刈らずに残して、小石などが飛散するのを防ぎます。最後の仕上げはロータリー式の芝刈り機を使うと、細かいゴミも一緒に回収できるので効率が良いです。以上が草刈りの手順です。この後、刈り方の詳細などをご紹介したいと思います。先ほどの現場とはまた違う現場ですが、似たような広さです。半分ほど作業が終わっています。先にゴミの回収から見ていただきます。草ゴミの回収は、このお肉までと呼ばれるものを使うとやりやすいです。石などが混ざりにくいですし、爪の先に草が詰まることもありません。縄を敷いてその上に乗せていきます。ある程度集めたら縛ります。
さて、これから買っていきますが、外周の部分は小石などが飛散しないように刈らずに残しておいて、こちら側からやっていきます。刈払機の刃はこのように回りますから、小石などがあると当たる場所によってこのような方向に飛びます。通常は刃の左側部分で草を刈りますので、当たった小石は自分の方に飛んできます。ブレードの右側に当たった石は前方へ飛んでいきます。それらを把握した上で自分の立ち位置や体の方向を決めて作業していきます。私が使用している刈払機の刃ブレードについてですが、岩間式ミラクルパワーブレードというのを使っています。左側のブレードは普通の刈払機の刃ですが、右側の岩間式のブレードは一般のものとは全く違う形状をしています。低速回転でも切れ味が良く、石飛びが少ないので 7,8 年前から愛用しています。製造元のリンクは概要欄に貼っておきます。私の刈り方ですが、刈り幅を欲張らず、右側1メートルぐらいのところに刃を差し入れて、左へゆっくり動かします。ゆっくり動かした方が刈った草を払いのけやすいのです。闇雲にこんな風に振り回す人がいますが、危険なだけでなく、どこを刈ったのかがよくわかりません。このようにわざわざゴミをどけないとちゃんと枯れているか確認できませんし、刈り残しもたくさんあります。仕方ないからこんな風にもう一度同じところを刈り直すのでしょうか。効率が悪いですね。刈るスピードは多少遅くとも、1回で確実に刈り取れば掃除も1回で済むのです。このように刈れば同じところを何度も刈ることはありませんし、掃除も1回で済むのです。刈り終わった部分にこれから刈る草を重ねていきます。先ほど二度刈りはしないと申し上げましたが、
ここのように極端に草丈が高い場合は、一度鷹狩りしてからもう一度刈ります。刃を浮かして上の方をざっと払ってから、もう一度下から刈り直します。全部買ってからまとめてゴミを片付けるのは気がめいるので、私は交互に作業するようにしています。仕事の先が見えるというか、この方が精神的にも楽なのです。バッテリーが切れると機械が止まります。電源を切ってバッテリーを交換します。ところで、この状態の時にもう一度スイッチを入れれば動くことは動くんですが、それをやってしまうとバッテリーの寿命は極端に悪くなります。バッテリーの寿命を長くしたければ、止まったらすぐに取り替える、あるいは力が弱くなってきたなと思ったら早めに取り替えた方が良いのです。バッテリーを大事に使うということにおいて、このことはとても重要なことです。バッテリーにはもう一頑張りさせてはいけません。草の中にツルが混在していることはよくあります。ブレードにツルが絡んだりして、とても作業がやりにくくなります。この場合の刈り方のコツとしては、ブレードを真上にスッと持ち上げます。これだけでツルが切れて刈りやすくなります。クズなどの強力なツルの場合は、刃を斜め上から差し入れて、あらかじめツルを寸断しておいてから刈ります。刈り払い機を左に振った時にツルを引っ張ってるなと感じたら、ブレードを真上に持ち上げます。フィニッシュが近づいてきました。
借り終わりました。これであと掃除をすれば終わりです。その後借り残っている部分を仕上げるなどということは私はしません。なぜなら借り残しなどしないからです。ご視聴ありがとうございました。